どうも、下駄花尾です。本日のテーマは、初めて変死体を見た時の気持ちというテーマでお話をさせていただきます。はい、今年高卒で、葬儀屋さんに入社しましたっていう方から、質問が来ましたね。その方、先日ですね、初めていわゆる変死ですよね、の、方の対応をさせてもらったと。で、返信なんでおそらく警察署とかにおそらく行ったんだと思います。で、遺族さん来られる前に多分ね、確認すると思うんですけど、でその時は、2、3日、くらい、腐敗が進んだ方だったと。で、自分はその時初めて見たんだけど、だからその気持ち悪いとか、なんか怖いっていうのがこう全然なかったと。で、下駄くんの場合ってどうでした？と、その下駄くん初めて、いわゆる変死って言われる、検死案件とも言いますけどもね、の状態で、見た時って、そう、どういう感情湧きましたっていう、そんなお話ですよね。僕どうだったかなどうだったかな。そうっすね、多分なんですけど、その本当の初めての時でしょ。本当の初めての時だから、そもそもその気持ちがね、いわゆるその亡くなった方を見た時の感情っていうよりも、その後来る遺族さんのことに頭いっぱいだった気がします、僕。はい、だからそういう意味で別にその どういう状態であれ、あ、こんな感じなんだなと。じゃあ遺族さんにちょっと見せれないかなみたいな、はい、とか、あ、この状態だったらちょっと見ていただけるかなとか、はい、なんかそんな風にもうそっちにシフトしてるんで、その遺体がなんかどうとかいうところまで頭が回らなかったっていう方が正しいかな、はい、っていう風に思います。ただ僕の場合はね、その葬儀屋さんで、いわゆる警察署に行ってねっていうの前に火葬場職員やってるんでね、火葬場でその火葬中のご遺体ずっと見てるんで、そういう意味でもね、別にっていうのもあったかもしれないです。だから僕の場合は、そういう意味ではちょっと特殊かもしれませんが、逆にじゃあ火葬場でね、いわゆる火葬中のご遺体を初めて見た時どう思ったかってなると、まずこう火が強いし、なんか黒いし、人かどうかっていうのがパッと見わからないっていうのが、はい、僕の中ではね、一番最初はそういうふうに思いました。でもよくよく見てみると、あ、ここが顔かとかね、あっちが足だ、腕があるみたいな感じでこう分かってくると、で慣れてくるともうなんか完全にこう見えてくるというか、なんかそんな感じでした。でもその時もなんかこんな感じなんだっていうのが僕の印象です。はい、別にね、なんかうわーすげえうへへーみたいな全くないしね、別にね、そんなないし、かといってうわ気持ち悪ーみたいなのも別にないし、はい、やっぱりその時もそれよりもちゃんと仮装するっていう方に行くんですよ。だから多分そういう感じだと思います。とか、その後の遺族さんとのお骨あげとか、他のね、何かこの仕事のことをまず考えてるから、その人の体がどう変化している、変化っていうのはいわゆるその腐敗も変化だし、例えば仮装中のご遺体も仮装してるから、そういう意味では変化という意味で、遺体が変化しているその状態がどうこうっていうのが優先順位があんまりそんな高くないみたいな、なんかそんなイメージです、僕の中で。実際に優先順位がどうじゃないですよ、僕のその仕事中のね、仕事としての優先順位として、やっぱりそれよりも、来られる遺族さんとか、なんかそっちの方に、こう考えがいくんで、なんかそこまでなんかご遺体にこうすごい集中するっていうのが、そもそもなかったかなと、はい、いうふうには思います。でもこれもね、本当人によるんでね、なんかよくあるのが、例えばその自分の身内の遺体って全然怖くないんだけど、他人の遺体怖いとかいうね、そういう考え方とかもあったりするじゃないですか。で、その考え方があるので、自分の身内は怖くないのに他人は怖い、それってすごくなんか自己中じゃないっていうね、そういう考え方もあったり、でだからこそ、じゃあ他人の方のですね、亡くなった遺体見ても気持ち悪いと思ったらいけないんだよっていう、そのなんか、理論的にはね、すごく合ってるんだけれども、ただ人なんで単純に苦手っていうのがあるんですよね。はい、自分の身内でさえ亡くなった人とか、そのお骨上げの時の骨を見るのがもう本当無理なんですっていう方、普通にいらっしゃいますんでね、はい、それこそ本当にもう血を見るのが無理っていうのと同じです、はい、っていうのがあるんで、なので本当に人によるんでね、なんか強制するもんではないかなっていうふうにはなんかすごく思いますね。この質問者さん、今の時期でしょ、今の時期で先日で 2、3日っ
ていうふうにおっしゃってるんで、まあね、結構暑いかな。まあでもクーラーガンガンについてたらちょっと分かんないですけど、まあ、2、3日だったら、まあ、そんなになんか結構こう重たくないというか、変化はなってるんだけども、まあ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 そこまでね、まあ、僕は確かに匂いは苦手でしたね。はい、匂いね、はい、これはもうでも本能的にそうだと思うんですよ。この匂いすごくいい匂いってなる人あんまりいないっていうか、むしろ本能的に匂いに関しては警戒するという方が僕正しいと思ってるんで、生物学的にそういう意味では、まあ、全然好きじゃないよというのはすごく思いますね。だから例えばね、そこからまた1週間とか、2週間とか経ってくると、まあ、これだいぶまあ変わってくるみたいなのがあるんで、まあ、質問者さんもですね、これからいろんな経験を多分されるんじゃないかなというふうには思っておりますが、まあでも多分大丈夫でしょうね。なるべくね、ご自身がこの仕事やりたいって、多分選んで、された仕事だと思うんで、なんかね、こううまく長く続けれたらなっていうふうにすごく思います。はい、ということで本日は初めて見た時の、お話をさせていただきました。ではまた。